この人たちの恐れ、不安、疑い。恐れは古典的な7つの大罪の一つではないが、恐れっていうのは潜在的な感情の歪みとされてきましたと、なぜならあまりにも多くの行動が不安と恐れへの反応に基づいているからだと、タイプ6の恐れは自らの安全と起こり得る将来の問題についての心配、それから恒常的な自信喪失、人に対する不安に見出すことができますと。タイプ6は表面的には極めてフレンドリーで社交的に見えることもあるが、往々にして人が自分を見捨て拒否し傷つけるのではないかという深い恐れを抱きます、彼らは自分が人間関係をダメにするような過ちを犯し人が思いがけなく背くことを恐れます。したがって彼らがフレンドリーであることの多くは、全てがまだ大丈夫であることを人に確認したいということがあると、要はつながってるよねって確認するためにフレンドリーを装ってる。うっせえ、相手の反応を見てるって話。うっせえ。不安や恐れや不安を抑圧する、もしくは注意をそらす。他のタイプとは違ってタイプ6は絶えずそれを意識しているように見受けられますと。時に恐れゆえに精力的になることがあるが、大抵混乱し気力が弱まりおじけづくと、けれども彼らの不安の多くは内面にあるものなので、表面的にはそれほど神経質に見えないかもしれないと、タイプ6は恐れに反応するか、もしくは対抗することを身につけていますと。同じタイプ6でも、攻撃的に表現する対抗恐怖的なものもいるし、目に見えて臆病な人もいますと。これは2種類のタイプ6があるということにはなりません。同じタイプ6でも対抗恐怖的に表現することが多い人がいる、で両方とも持ってるってことですね。この人、対抗的な人も持ってます、極端にビビってる時っていうのが。6に2つのタイプがあるんじゃなくて、はい、両方とも持ってる。両方とも持ってるっていう、はい、まあ、そんな感じはしますよね、はい。そしてこのことの多くはおそらく子供時代に学んだ人生脚本とは書いてませんが、超自我のメッセージから来ますと、あるタイプ6の人たちはタフであるように教え込まれた、いや男は泣くなとかですね、彼らはどちらかというと攻撃的であることによって自分を守ることができると知ったのです、まあ、なんかドーンって何かやった時に急に周りが言うことを聞いたっていう成婚体験を持ってるとか、黙っていれば何事もなく済むならもう黙っとく、はい。別のタイプ6の人たちはトラブルを避け反発しないように教えられたっていうことですね。でこのストレスに反応するとタイプ6はタイプ3の方に行きますと。タイプ6は自らのセキュリティシステムのため精力的に時間とエネルギーを費やします。ストレスが通常の対応能力を超えるとタイプ6はタイプ3に向かい、さらに駆り立てられ仕事中毒になる可能性があると、彼らは適応するためにさらなる努力を費やす、周囲の環境に順応して社会的経済的立場を維持するのに十分な模範となるように努力すると、したがってタイプ3に向かってタイプ6はよりイメージを意識し仲間に受け入れられるために適切な外見や仕草、態度、専門用語を発達させますと、彼らはこのようにして人を仲間に引き入れ拒否されることを避けたいと思う、けれども人は多くの場合親しげな様子やプロ意識の中にあるわざとらしさに気づくと、そして本当は何をやっているんだろうといぶかることになる、となっていくとタイプ6はタイプ3のように競争心が強くなっていく、ただし通常は何かしらのグループや信念と一体化し、それとは違うものに競争意識を持ちます、彼らは自慢げで自分を売り込み、人を見下したり相手にしないかもしれないと、低い自己評価や劣等感から必死に逃れようとして自分がいかに優れているか古代的に言う可能性がある、自分の背景や学歴についてのごまかし、自己や
他者の利己的利用、うん、ライバル集団やイデオロギーを打ち負かしたいっていう容赦ない欲求が姿を表すかもしれないと、うん、なるほど。ではちょっと統合の道もちょっとこのまま読んでいきます、うん、はい、統合の道、うん、タイプ6はタイプ9に行くと、うん、タイプ6は健全なタイプ9のように本能のバランスが取れ、うん、身体的に根ざすことによって自己を実現し健全さを保ちます、うん、身体感覚に根ざす、うん、何なんでしょうねこれは、タイプ6が自分の求める安定を見つけるためには、うん、体の存在感をいつもサポートする必要がありますと、うん、今ここの感覚に根ざすということですと、うん、多くの人が活動的でありスポーツが得意かもしれない、うん、けれどもそれは体の瞬間瞬間の感覚を持つつながりを持つとは違う、うん、感覚で捉えた印象を感じることは、うん、タイプ6の絶えざる思考に対してバランスを取り戻します、うん、もう何を言ってるのかさっぱり分かんない、まあ、そう考えるからじゃないですかというのはもうその絶えざる思考が、はい、邪魔をするって話ですよね。急的な本能的な感覚、ほう、ちょっと待ってくださいね、うん、最初身体感覚において自分の中心を見つけること、うん、センタリングは、うん、特にタイプ6が過去にトラウマに苦しんでいると、うん、パニック感や恐れを呼び起こすかもしれない、うん、虐待された経験のあるタイプ6が、うん、身体感覚を味わうにつれて、うん、震え始めるのも珍しいことではないと、うん、まあ、そういう身体感覚は、うん、必ずしも現在危険だよっていうのを示唆するものではないっていうことを気づく必要があると、うん、そしてそういう不安な気持ちに対して反応するのではなく、うん、ただ今感じるっていうことですね、うんうんうん、その時の恐怖をフラッシュバックさせるのではなく、うん、それを今不安今危険だよっていうものを示唆しているものではなくて、ごめんなさいどうぞ。そんな感じじゃないですかっていうことですね、うん、何かを感じた時に、はい、これは悪い前兆かもしれないとかこう、はい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 、悪いことが起こる危険信号なんじゃないかとかいろいろ考えてしまうみたいな、はい、ただ感じる、うん、ことができれば人生がより開かれた信頼できるものになりますと、うん、けれどもタイプ6は通常の段階のタイプ9の特徴を模倣することは、うん、こうしたただ真似するっていうだけでは、うん、安定感を乱すことはできませんと、うん、受動的になり控えめにしようとして居心地のいい決まりきったやり方に入り込むことは、うんうん、ただまたそれをつかみにいってるわけですから、うん、安全を求め結局人の活動などに必死にしがみつく行動を強めるだけだと、うんうんうん、のんびりしたり受け身でいようっていようとすることは、うん、タイプ6の不安を打ち消さず、うん、頭の混乱を強めるだけかもしれない。そうですよね、だって一致してないんですもんね、うん、一致しない、瞑想とかそんな感じですよね、俺何やってんだみたいなよく言うじゃないですか、はい、瞑想してるとこれで本当にいいのかとかはいはい、はい、考えるみたいな結局、うん、でも何て言うんだろう、感じるっていうのは何なんでしょうね、うん、だからもうその僕ねずっと多分大丈夫だって言ってるんですよ、その例えば僕なんかは、はい、大丈夫だって言わないですもん、僕は言ってるんですよ、あこれカン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 って鐘が鳴ってんのかな、そう大丈夫だ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 って大丈夫だって言わなきゃいけないみたいな大丈夫だって思い込ませようとして言ってるみたいな、そっかそれも思わなくても大丈夫だ、まあでもそれをやろうとしても意識してやるものでもないみたいな話ですよ、ね、あこれはね何なんだろうこの意識してやろうと思っても多分そういう矛盾にぶち当たるみたいな、なんだろうこの回転木馬は、うん、で多分他のタイプでも同じなんですけどね、メリーゴーランドですよ、うん、ずっとぐるぐる回りますよ、ずっとぐるぐる回る、だからなんか見つけるってとこじゃないですか、そうなれる状態が何なのかを、そうですね、まあ、そういう不安に反応せずに、うん、自分自身と共にあるっていう経験を積めば自分にとって大切な人たちや、うん、仕事によってのみならず存在、多分これビーイングって読むんでしょうね、うんうん、そのものによって支えられていることを感じ始めますと、うん、生きることの慈しみを感じ基盤が確かなものであることを知りますと、うん、このことは何らかの信念や、うん、
いいですね、この何らかの信念っていうのは、タイプ6が掴もうとしている何らかの信念、うんうんうん、ねえよって話ですね。何らかの信念や頭のごまかしではなく、うん、説明や外的な支援を必要としない、うん、静かで安定した内なる地に基づいています、うん、そっか、この人たちは、うん、この必死になって外に、うん、この取り込もうとしてるんですね。外にある確かなものを、うん、取り込もうとしてる、ズドンって頭の中に打ち込もうとしているが、うんうんうん、やめなさいって話ですね、うん、それを。でそれが必要ってわけではないですよって話。ほら、もう今泣いてるタイプ6の人がいるはず。このように地に足のついた開かれた態度からタイプ6は人類共通の絆を認めることができます、うん、分かった、うん、一番初めの問題が分かった。多分タイプ6が自分自身よりもコミュニティや家族を粘り強く守ろうとするのは守ってほしいからなんですよ、うんうん、自分の居場所ですよね。そう、なんで本来そんなことをしなくても絆はあるんですよ。そう、家族とかは絆で結ばれてる、はい、繋がれてる。本来守ろうとしなくてもいいのに、うんうん、彼らは自分を捨てて守ろうとしているって話。守らなければいけないって思ってる、はい、それは自分の恐れでもあるし、うんうん、っていうことですね。守りたいから守ってるっていうよりは、なんか守らなきゃいけないみたいな、それは、うん、なんて言うんだろう、また自分が離れることを恐れるから、うん、まあ、そこのそうやってしないと、はい、その組織に入れないみたいな感じですか、はいはい、家族としてなんかこう失格って思われるんじゃないかみたいな、見捨てられるんじゃないかとかね、嫌われるんじゃないかとかね、うん、彼らは考え方やライフスタイルが馴染みなものであるものであってもなくても他者を受け入れますと、うん、彼らは恐れに対する対抗恐怖的反応ではなく、うん、実際的な力である勇気に満ちていますと、うん、この勇気は真の内実や自分自身並びにあらゆる生きとし生けるものと深いつながりの感覚から起きてきます、うん、したがって統合に向かうタイプ6は、うん、健全なタイプ9のように内面のバランスや心の落ち着きを持って途方もない挑戦、さらには悲劇、脅威にも立ち向かうことができるのです、うん、ですおしまいみたいな、ハッピーエンド、ハッピーエンド、はい、いやもう素晴らしいですね、うんうん、素晴らしい物語を読みましたね、素晴らしい物語ですね、はい